ISS 飛行 59S としても認識される。ソユーズ MS-13 は、ロシア人コマンダーとアメリカ人及び、イタリア人フライトエンジニアからなる、第60次長期滞在のクルーを ISS に送り届けるために2019年7月20日に、打ち上げられた友人のソユーズミッションである。ソユーズ MS-13 は142回目のソユーズ宇宙船の飛行となった。 その後の宇宙飛行士の輸送は商業乗員輸送プログラムで行われることになっていたので一時はこの飛行が NASA が契約した最後のソユーズでの飛行となっていたが2019年初頭に NASA は商業乗員輸送プログラムの遅延を考慮してより確実性を高めるために追加のソユーズの座席を2つ購入することを検討した ソユーズの乗組員は2019年8月26日に MS-13 宇宙船をズベズダモジュールの後方ガーポートからポイスクモジュールへと移動し、手動でドッキングを行った。これはソユーズ MS-14 がズベズダに自動ドッキングするための場所を開けるためで、これによって2019年8月24日に、 ポイスクの信号増増復機の不具合で MS-14 の最初のドッキングの試みが中止された後でズベズダへの自動ドッキングの道が開かれた。最後にソユーズ宇宙船が再配置されたのはソユーズとマ -16M ミッション中の2015年8月だった。ありがとうございます。